はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、キャッシュカード届いたので、使い方や設定方法、アップルペイでの設定など含めて簡単に解説ということで、昨日のまとめ動画の最後に少しお伝えをしました、あのビザプリペイドカードでおなじみのキャッシュですね。ついに、あの新しいキャッシュのカードがついに僕の方に手元に届きました。で、今回の動画では、タイトルの通り、ちょっとした使い方ですとか、設定方法についてサクッとお伝えしていこうと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それ では行ってみましょうということで、早速お伝えをしていこうと思うんですが、こちらの紺色の封筒が届きまして、右下にキャッシュという風に出てますね。結構なんかこうシンプルな感じの。 いい感じの封筒ですね。で、裏面はこんな感じとなっております。まあね、じらすのはここまでにして、早速開けてみたいと思いますので、見てみましょう。じゃんということで、出てきました。新しいキャッシュのカードですね。まあ今回、は色がですね、もともとネイビーとピンク、そしてシルバーあったんですけど、僕はお色はシルバーを選びました。で、実際に外してみたらこんな感じですね。まあまあ、本当にこう、すごいこう、シックな感じで、まあ表面を触ってみると、以前のキャッシュと比較しても、サラサラとしたような 感じとはまたなんかちょっと違うなっていうだからといってザラザラもしてないけどまぁ触った心地はすごくいいですねで今回からまあ新たに機能が搭載されているタッチ決済のマークがカードの右上の部分にあったりですとかあとはここのチップ元々はなかったんですけども今回から入ったということですねあとはビザのマークが右下でキャッシュのマークが左上となっております で、カード番号に関してはここには出ておらず、裏面に記載がされてるということになっております。まあ、せっかくなので以前のキャッシュとですね、まあ、比較してみたいと思うんですけども、下が以前のキャッシュで、上が今回から新しくなったらキャッシュカードということになります。まあね、もう一目瞭然ということで、本当にデザインもガラッと変わって、なんか普通に財布に入れててもすごい馴染みやすいカードかなと僕は思います。で、結構ね、まあ下の青いキャッシュに関しては結構なんか僕の勝手なイメージとしたら若い方がすごい持ちそうだなというイメージなんですけども、今回の キャッシュに関してはもう本当デザインがすっごくシンプルなので もう老若男女問わず、まあいろんな方でも持ち歩けるなっていう風な印象ではございます。まあせっかくなので裏面も比較してみたいと思うんですけども、下が従来のキャッシュで、上が今回新しくなっているキャッシュカードということなんですが、まあね、ちょっと個人情報が出ているので、この中を見せることはできないんですが、今ここの赤くなっている部分に、キャッシュのカードの番号と、そして前回までは名前が出てなかったんですけども、ここにフルネームが載っております。なので、カード番号と名前。 ここに全部出てるということですね。まあ、ちょっとお見せできないので何とも言えないんですが、この番号と名前と、そして有効期限に関しましては、普通にこう、それが、 これ持ってる方ならわかると思うんですけども、なんか裏返ってる感じになってるんですよね。なんかこう持つと不思議な感覚になるので、これはぜひちょっと持ってる方、あのコメントください。ちょっとこれ共感欲しいな、というふうに思います。以上がキャッシュの開封レビューについてでした。で、この、ま、キャッシュ感動のですね、特徴ちょっとおさらいしたいと思うんですけども、ま、常に本当にキャッシュの特徴といえば、もう常に1%還元という、ま、これ本当にすごいですよね。プリペイドカードでだいたい0.5%ぐらいが限界かなと思ったんですけども、キャッシュに関しては1%還元ということになってます。 のご利用限度額に関しては30万円1ヶ月のご利用上限に関しては100万円高手数料は今回ねほんとここネックなとこ多いと思うんですけども900円あとは少し前からねアップデートもかかりまして Apple Pay であったりとか Google Pay がそれぞれ設定ができるようになっておりますこれは今のカードに限らず従来のカードも設定できるようになっておりますそして今回からタッチ決済が搭載されたということですねまあ一つですねまあキャッシュの有効的な使い方のまあ特徴としても普通にこうキャッシュでお店で決済をして まあ先ほどお伝えしたように1%の還元なんですが、もちろんね、これだけでも全然お得ですし、全然使い勝手めちゃくちゃいいんですが、もう一つありまして、さらにここからクレジットカードと紐付けることができるので、まあ大体クレジットカードって1%還元多いと思うので、これと紐付けてキャッシュで決済をしたら、 キャッシュのポイントの還元も受けることができますし、そこにクレジットカードがリンクされているので、決済した瞬間にクレジットカードの1%還元も受けることができるということになってます。で、ちなみに、クレジットカードをですね、紐付けることができるのは、ビザとマスターカードのみとなっております。まあ、これはね、結構知ってる方多いと思うので、もう知らない方はこういった方法でも使ってみてください。そして、ここからなんですけども、このキャッシュのカード、まず届いたらやることですね。それが、こちら、の有効化ということになっております。ま、ほんとね、届いてすぐ使える わけではなくてとある設定が必要なのでここからサクッとお伝えします まず、キャッシュカードライトと今出てるんですが、アプリ上でキャッシュの管理ができるんですけども、まずこの画面を出していただきまして、まあどこからでもいけるんですが、右上のカードのマークをタップして、そして発行ステータスのところから、ここに有効化するというところがあるので、ここタップします。次にキャッシュカード有効化の画面に切り替わりまして、ここでカードの裏面に記載されている3桁のコード、セキュリティコードを入力します。ここの赤枠のところですね。で、入力をすると、ここに忠告が出てきます。Apple Pay 再登録のご案内ということで、 カードを変更すると Apple Pay が使えなくなります。引き続き利用される場合はカード有効化後に再度 Apple Pay の登録手続きをお願いしますということで1分で完了と出ております。まあ、これははいを選択してください。で、ここで確認の画面が出てきます。有効化のお願いということで。まあ、このまま有効化したらこれまでのポイントとかも引き継ぎがされますよということになるので、ここは下の有効化するをタップします。そうするとサクッとですね、有効化されましたという風に出てきます。まあ、先ほどおっしゃったようにこういった還元率1% で、海外でも使えたりとか、ご利用限度額が引き上げされたということですね。で、ここのカード設定を確認をタップして、そうするとこんな風に設定がされたというような画面が出てきます。で、僕ですね、あまりキャッシュをオンラインで決済することっていうのは結構少ないので、このオンライン決済が今オンになってるので、僕はここをタップして、オンライン決済オフにしておきます。まあ、これしないといけないというわけではないので、もしね、オンライン決済使わないという方は、こういったオフするのもいいんじゃないかなと思います。で、実際のアプリのトップ画面はこんな風になっております。 従来のね、水色のキャッシュから僕のシルバーの色になってますね。 で、次に、僕は Apple Pay でもキャッシュを設定ね、先日したばっかりなので、ここから再度ですね、新しくなったキャッシュを設定したいと思います。まず、これまでの Apple Pay の画面ですね、設定しているキャッシュのカードがあるので、まず、右上の黒いちょんちょんちょんとなってるとこをタップします。そうすると、もともと設定されてる画面出てくるので、画面を下に下がったらか、このカードを削除とあるので、このカード削除します。そうすると、キャッシュのアプリのトップ画面に戻ると、こんな画面になってるので、真ん中の Apple Pay を設定をタップします。 そしたらですね、キャッシュの支払いを Apple Pay でということで、画面を進むと、ショートメール、SMS の入力画面が出るので、ここでまた、 届いたショートメールの認証番号を入力します。そうすると認証完了しましたということですね。であとは画面に沿ってですね、Apple Pay にカードを追加でこれを次へを。そしてクイックペイの画面でこれ右上の完了ですね。でこれで完了です。キャッシュが Apple Pay で支払いますということでこれで設定完了ということですね。めちゃくちゃ簡単ですね。そして実際に Apple Pay のウォレットの画面を見たらこんな風に追加がされております。まあ、僕自身ですね先ほども最初にシルバーのキャッシュとなっておりますのでこれまあシルシルバーというかシルに近いですね。多分他の方に関してはそのカードの お色になってるので、ネイビーででっったりととかかもししくくはピンククそれぞれぞなってるかなててていいる思ますのでぜひチェックしてみてくださいでここまでお伝えしたことの内容を踏まえて、残りの注意点なんですが、まず先ほどお伝えした有効化を必ず行ってください。で、あとですね、ネットショップとかで使われている方に関しては、今回、カード番号が切り替わっておりますので、もしネットショップでキャッシュのカードを登録されている方はですね、そこの登録をし直しを行ってください。で、それと同時に、月額で利用されているキャッシュを月額で 例えば最近ですとサブスクとかでなんかこう月額の利用料金払ってる方に関してはそれももしかしたら決済できない場合も出てくるのでそこもキャッシュに切り替えてください。まあで、あと最後にもうネット全般ということでまあこれを先に言えなかったんですけどもトータルしてとりあえずネットで登録されているものは新しいキャッシュのですね番号の切り替えるのをまあ忘れないようにしましょう。であと今後についてなんですけどもゆずひこ的今後のキャッシュ使うタイミングということなんですがこれですねまあ人によって今後の使い方って絶対変わってくる と思うんですよねで一概にこれがいいというものは僕には言い切れないんですが僕的にこんな風に使おうかなと思いましてじゃんということでスマホ決済キャンペーン利用不可。これどういうことかというと 例えば、今、スマホ決済に関しては、元々の通常の還元率に関しても、大体今、ほとんどが下がって、だいたい0.5%還元からという風になってるんですよね。まあ、これちょっとまた改めて動画作ろうかなって今、検討してるんですけども、その0.5%還元から、さらに還元率を上げるためには、例えば何回かこう、使わないといけないとか、結構な条件というのが今あるんですよね。なので、このキャッシュの1%っていうのは結構大きいのかなと僕は思っております。なので、このスマホ決済のね、この一番目にあるこのキャンペーン、 が、ない時にキャッシュを使おうかなと思っております。まあもちろんね、先ほどもお伝えしたように、キャンペーンがあってもなくても、全然キャッシュは使う人だったりとか、使わない方だったりとか、もうほんとね、その人のライフスタイルによって、 本当に変わってくるんですよね。この使い方っていうのが。なので僕は、スマホ決済はキャンペーンの時にほとんど使って、で、キャッシュに関しては、そのキャンペーンがない時に関しては、まあ常に1%還元、プラスクレジットカードも紐付けることができるので、まあそういった感じに僕は使おうかなと思っております。で、あとこの利用負荷ということなんですが、まあ先ほどのお伝えしたことと関連するんですが、まあ大体ね、キャッシュレスが対応しているお店っていうのは、スマートフォン決済、スマホ決済大体使えるところがもう多くはなっております。けどやっぱり場所によってはクレジットカードだけは 使えるというところがあったりするのでスマホ決済がちょっと使えないなという時はもうそこはキャッシュでね決済をするという方法もありなのかなと思いますなのでねまあ本当今後の使い方に関してはとりあえずキャンペーンが落ち着いている時にはキャッシュを使うであとは利用負荷もうスマホ決済が使えないところでキャッシュを使うとぜひですねご自身でもこの方法がいいというのをぜひ考えてみるのもありなんじゃないかなと思います まあそんなこんなで今回はビザプリペイドカードキャッシュ新しいキャッシュカード届きましたよということをお伝えをさせていただきました。まあほんとね、これまでね、ちょくちょくキャッシュね、動画でお伝えをさせていただいたわけなんですけども、まあこれで今回一つ落ち着いてくるのかなと思います。けどね、まあこれに関する情報であったりとか、また気がついたことなどがあればですね、まあその都度また動画にしていこうかなと思っております。で今回お伝えしたキャッシュに関しての公式のリンク概要欄に貼っておりますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。まあ今日ですね、あのツイッターでもお伝えをしたんですが、僕ですね、実際に今回キャッシュのタッチ決済を使ってきたんですよね。で、まあもう僕はね、まあ YouTuber ということもあって、まあ外に出るのはね、自粛してるんですが、やっぱコンビニには行くので、実際にキャッシュのタッチ決済をですね、体験をしてきました。で、動画を撮るつもりだって、 たんですが、普通にね、ポイントカードを出して、あの、レジの店員さんがピッピやってくれてる時に、ちょっと僕がわちゃわちゃしてしまって、あとりあえず、えっと、立ち決済でお願いしますって言って、準備してる途中にもピーって決済が完了してしまって、実際のこう、決済してる動画が撮れませんでしたので、まあ、このね、こんな風にしますよという画像だけで我慢していただければなと思います。まあ、使った感想は、もうとにかく便利っちゃ便利なんですけども、もうやっぱ決済スピードが本当に早い。 とにかく早い。なので、まあ、例えばね、スマートフォンのバッテリーが切れてて、クイックペイで決済ができないなっていう時は、まあ、こういったタッチ決済もありなんじゃないかなと思います。本当ね、今後まだまだタッチ決済って普及するイメージかなと思うので、またどのカードがタッチ決済に対応するとかも、まあ、そういった情報もね、お伝えできればなと思っております。ということで、ありがとうございました。